ちも同感だね、うん、本当だね。はい、よろしくお願いします。このままですからね、こういう分とかかかるんですからね。はい、じゃあどうぞ。もう動いてる、動いてる。いやいや、動画だから。動画なの、うん、はい、米粉シューマイです。はい、動いてるでしょ。何秒何秒って動いてるでしょ、左の上に。あ、動いてる動いてる、はいはい、今撮ってるのは平田でまさこさん。そうそう、今日誕生日だと。おめでとう、ありがとうございます。米粉にハッピーバースデー。米粉にあの命をかけて定年退職まで米粉をやる。何言ってる。これはあ、チーズボール。米粉チーズボール。米粉だけで、うん、カメラ意識して、チーズボール、カメラ意識して、ちょっとケチャップつけて。うまいな、うん、うまいよ、ほんとね。なんかさ、米粉が入ってるの気にならないよね、うん。でも米粉ってさ、あのだ、ね、シチューとかにほら、うん、ホワイトクリーム、うん、クリーム、うん、絶対ダマにならないんだよね。へぇ、優れもの。へぇ、面白い。じゃあ米粉の普及ってのはマイナス要素はないんですか。ないね、アレルゲンもないし、ね、小麦粉よりカロリー低いし、腹持ちいいし、やっぱり米米たての普及にもなるし、うんうん、なんかこう、やはり日本人主食は米でしょ。そう、米を大事にしなきゃ。そうなんだよね。だと小麦粉ちょっと意味が違ってくるよね。でもさ、最初ってその小麦粉が高騰してきたとかさ、輸入がね、輸入物が輸入量が少なくなったとかから始めて、で代替品みたいな感じだったじゃないですか、うん、それが今度はやっぱりこう、まあそういうイメージから、うん、もうなんか米粉って、うん、もう定着してきてるよね、だんだんね。特に東和田なんか取り組みが、うん、いや、あのね、米粉の普及というのはアメリカの戦略だと思うんだよね。うん、で、その頃はこんこういう、こういうこと考えないで、うん、美味しい、新しいってことで、わーっと浮いた時代があったんだもんね、パンだね、パンだね、国土成長の時だったから。ところが、いつの間にか、あのなんだ、食料自給率が下がってきた時にふっと思い出した時に、やばいよなと、うん、そこになるんで、出どころが違うなということで、少し見直す。だから、あの食料の防衛上もね、やっぱり。で、ほら、やっぱり主食米以外の、うん、まあ、その耕作放棄地のね、うん、その解消とかも含めて、そういう国、まあ、日本の国の施策だって、うん、飼料用米と米粉用米と。世界からちゃんとどんどん食料入ってくるっていうのは、時代、それでいい時代はあったけども、今も違うと思うので、考えなきゃいけない。ということで、うん。それでも食べてた。米粉でた。ラザニアだった。ラザニアは初めてだった。だからさ、こういうあのクリームを作るにもさ、絶対たまになんないのよ。うん。うん、米粉って。ラザニア。米粉でさ、あの、揚げてもね、さだっとしてって、油の吸収率が少ないから。ねえ、そう、そう、ねえ、うん、小麦粉は絶対それがない。何でもとろみつけたり何するにも結構ね、もうめんどくさくなっちゃう。そういう話は料理しない私たちは全然わかんない。料理しないの？意外としそうに見えるけどね。なかしないです。うちの奥さんね、料理すごくうまいの。だからね、なかなか炊かないの。うまいんだよ、上手なんですよ。出前らしい。いいね。このまま先に行って、うちなんかも来る。まあ、褒める。何？うちのさんいいよね。仲がよくできるね。あ？はい。私はそこさん行ってきたの。審査してよ、ちゃんと。でももっちりしっとりっていうのがやっぱりね、もっちり感はあるよね。米粉のクリーミー皮でダメです。審査してね、審査。今してる人、心の中で。市長と打ち合わせがあるんだろうか。行ってらっしゃい。ああ、おいしそう。
クリーミーだ、これ。うん、なん米粉の長芋、ニョッキ、ネギチーズソース。ネーミングすごいね。うん、これすごい、今ほんとクリーム、クリーミーだね。めっちゃいいね。ニョッキ。ニョッキって何？団子みたいなもんだね。うん。あ、皮が小麦粉なんだね、それ。ダメや。お客さん、そんなこと言ってたけど、みんな食べないと。お腹いっぱいになったんだけど。だからケーキ先に食べるんだから。うん。これは味付いてないや。うん。なんかつけた方がいいのかな。出してください。ありすぎて。野菜塩かき揚げ。野菜のかき揚げ。なんかこういう牛乳缶とか好きだな。コーヒー牛乳缶、うん、あ、羊羹の缶、ね、うん、ごぼうドーナツ。ごぼうは名前ないの。ごぼう、うん、やっぱりごんぼうが隠れてる、ね、この中にごぼうドーナツと練り込んでるの。この黒いの何とか。ごぼう皮を剥いてすりおろしておく、うん、汁も使用するだけよ。こっから菓子部門だ、うん、でも菓子部門こんななんだよ、うん、料理これしかないんだ。料理部門がここのつで菓子部門、あっちがジュニアだから、うん、ジュニアとは思えないよね。上手だ。これ半分こしよう、うん、これは何？ミルクレープ。あら、綺麗に綺麗に焼いてる。これブルーベリーソース添えだから、あ、ほんとこうピッピッてやらなきゃいけない。うん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 、あ、ひたすら11時に端末の審査そろそろ終わりだね。サンダーアレルゲンフリーのクッキー。甘い、うん、甘い。発表会するんだ。まあ投票に参加できなくてもいいよね。うん、はい、いろいろなんかソムリエの発表会だね。うん、うん、面白い。この味なんか酸っぱいっていうか、あのブドウなんだね、これが。いいね、これね。うん、うん、予想外のこの食感、うん、白ブドウしてる、うん、うん、これなんだっけ。豆腐だの、ネギ味噌がけ、ネギ味噌をかけてる。これがネギ味噌なんでしょう、うん、いいイベントだね。で、これがその団子でしょ。豆腐団子。豆腐団子。